5時41分になったところです。私の一言。夕方ニュースです。ご案内は伊藤博英と有江勝子。そして今週の文献番役は五十嵐健太です。今日は国会中継が長くなって少し短い放送になります。早速今日ここまでの主な動きからです。大手食品会社の明治は製造販売した乳児用の粉ミルク明治ステップから 1kg あたり最大で 30.8 ベクレルの放射性セシウムが検出されたことを発表しました。これは国の暫定基準